超高速。参勤交代は、江戸時代の参勤交代を題材にした、土橋昭弘作の脚本。2011年に、第37回、木戸賞を、全身サイン満点で受賞し、土橋自身により、小説化され2013年に講談社から刊行、2014年に、小畜の制作、配給で映画化され、第38回日本アカデミー賞。 最優秀脚本賞、第57回ブルーリボン賞作品賞を受賞した。2015年に、続編小説、超高速、三金交代老中の逆襲が刊行され、2016年には、続編映画、超高速、三金交代リターンズが公開された。江戸時代、八大将軍、徳川吉宗知性家の教謀20年、道の区国岩木の小藩、 ユハセ藩の藩主、内藤聖厚氏は、一年間の江戸での勤めを終えて、ユハセに帰国した。ところが、それから間もなく江戸屋敷にいる、はずの江戸家老、瀬川が、江戸幕府老中、松平新宿の命令を携えて、聖敦氏の前に現れる。その命令とは、帰国を果たしたばかりの聖厚氏に対し、ユハセ藩が所有する、金山の調査結果に疑義があるため、 事情説明のために、5日のうちに、再び参勤せよというもの。無理難題を吹っかけて、湯波瀬藩を取り潰し、金山を手に入れようとする、伸縮の謀略だったのだ。国高1万5千国の湯波瀬藩には4年前の、基金の影響もあって、蓄えがなく、参勤するための費用がない。家臣たちからは、幕府に直訴する、賄賂を送って、 許しおこうなど意見が二分して話がまとまらない。これに対し、聖圧氏は、家臣と領民を守るために、あえて理不尽な参勤を受け入れることに決め、家臣一の知恵者である家老、相馬賢治に意見を求めた。相馬は、少人数で山中を走り抜け、幕府の役人の監視のある宿場のみ、日雇い中間を揃えて、大名行列を組むという案を挙げ、早速準備に取り掛かった。 その日の夜、聖圧氏と相馬のもとに、一匹狼の忍び、雲隠れ団像が現れ、自分を山中の道案内人として雇ってくれと言い出した。うさんくさい団像をいぶかしむ相馬に対し、聖圧氏はあっさり快諾し、一行に加えることにした。翌日、聖、敦氏以下の湯派藩一行総勢八人は、団像の先導のもと、 江戸に向けて出発した。一方、聖圧氏が参勤することを知った、新宿は、湯派世藩一行を亡き者にすべく、配下の忍び衆を資格として差し向けた。高萩塾を無事に切り抜けた、聖圧氏たちは、日雇い中間たちと別れ、断蔵の案内で山中を走り抜ける。その夜、野塾する聖、圧氏一行を殺しに、抗議恩密のヤシ丸マルと虎ノスケが忍び寄るが、 ダンゾウは二人の前に姿を現し、明日、礼金を受け取ったら逃げるつもりだから、それまで待てと依頼する。聖圧氏は、褒美として、家宝の担当をダンゾウに渡し、相馬が手配した馬に乗って単身牛久塾へ向かう。相馬たちとの待ち合わせ場所の宿、鶴屋に到着した、聖圧氏は、そこで、他の飯盛り女と揉めて、石管を受けていたお酒を見つけ、自分の部屋に呼び解放する。 金のため親に売られたと話すお先に対し、聖圧氏は厳しい乳母に育てられた、自身の境遇を重ね、心を通わせてゆく。その頃、相馬たちは、廃寺で夜を過ごしていたが、悪夢にうなされた相馬は水を飲みに行った井戸に誤って、落ちてしまう。そこに、ヤシャマルラ忍び衆が現れて一向に襲いかかる。霊金を受け取った、ゾウはすでに姿を消しており、 身軽に走るために闘争を持っていなかった湯波瀬藩、一行は逃げ出し、谷川に落ちてしまう。相馬たちを尻目に、男像は受け取った霊金で豪遊していたが、その霊金が金銀ではなく古く錆びついた、線ばかりなのを目にし、制圧師たちを見捨てたことを後悔する。翌日、川岸にたどり着いた湯波瀬藩一行は、自分たちのいる場所が、牛久塾の一つ先の藤城塾だと知り、 聖圧氏とは、江戸で合流することに決め、後から追いついてきた相馬と共に、江戸に向かう。その頃、幕府の役人に追われた、聖圧氏は、お先を連れて、江戸に向かい、途中で、ヤシ丸に見つかり殺されそうになるが、そこに団蔵が駆けつけて、命を救われる。江戸の手前の砦出塾に到着した相馬たちだったが、予定日を過ぎていったため、 手配していた日雇い中間たちが全員帰ってしまう。途方に暮れ、刀を持たず切腹もできない相馬たちの前に、内藤本家の岩木平藩、内藤正樹の行列が通りかかり、基金の時に援助してもらったお礼として、行列を、湯橋藩の行列として提供してもらう。無事に取手宿を通り抜け、行く手に現れた伊達家の行列を飛脚に噴して交わした、相馬たちは、江戸へ入り、 ユハセ藩江戸屋敷にたどり着く。期限当日。江戸に入った聖、厚氏、おさ断蔵に忍び衆の集団が襲いかかる。そこへ、江戸屋敷の家臣たちを引き連れた相馬たちが火星に現れ、激しい切り合いになる。聖、厚氏は、急いで江戸城に向かい、大手門で待ち構えていた、新宿と老中主座、松平照裟ら幕閣と対面する。 学覚の前で、聖圧氏は、湯波せ藩の金山から取れるのは、慌て者の金と呼ばれる鉄の一種と明かし、これを聞いた、輝き帝は、不確かな情報で騒ぎを起こしたとして、伸縮を罷免する。怒り神道の伸縮はこのままでは終わらないと、肉肉しげに毒づきながら、ひとまずその場を去るのだった。騒動の終結後、男像は霊金を聖圧氏に返して立ち去り、聖圧氏は、 お酒を側室に迎える。そして、江戸行きの片道分しか資金を用意していなかったため、一道は再び駆け足で、岩木への木とに着くのだった。現在の福島県岩木市内に実在した藩。岩木平藩の市藩で、国高は1万5000校2013年9月27日に、講談社楽楽本シリーズから、観光、過失、訂正を経て2015年4月15日に、 高段者文庫より文庫化された。続編、超高速。参勤交代老中の逆襲が2015年9月25日に、高段者楽楽本シリーズから、観光、過失、訂正を経て、超高速。参勤交代リターンズと解題し2016年6月15日に、高段者文庫より文庫化された。他、映画版のロベライズが青い鳥文庫より次回。 ゆいちょにより発売される。2014年6月21日に全国252スクリーンで公開。監督は第37回、木戸賞の審査員を務めていた、元木克英。主演には、佐々木倉之介や深田京子がキャスティングされたほか、猿の菊池代や GI レース出走馬の車高グレードが出演している。続編となる、超高速。 産金交代リターンズが2016年9月10日に公開された。2013年9月2日に小竹撮影所でクランクインした後、兵庫県、福井県、山形県、静岡県などでロケを行い、同年10月9日にクランクアップした。湯、長瀬城には、篠山城跡を使用している。2015年8月31日には、続編の制作が発表され、 タイトルが超高速、参勤交代リターンズとなった。舞台となった湯波瀬班が置かれていた福島県、岩き市では映画に関連した地域おこしが試みられている。また、PR の一環として、岩き市の観光家スタッフと市民7名が6月16日から5日間かけて東京まで歩き、21日の舞台挨拶に登場した。 サムライハッスルと題して9月12日から14日にかけてハリウッドで開催される映画祭 LA エインゲイフィスト2014に出品され9月13日に公式上映された21日22日の2日間に16万528人を動員し興行収入は2億90万2800円で初登場で2位にランクインした 時代劇でありながら中高年層だけでなく、親子連れや若い女性など幅広い層からの支持を受けている。続く公開第2週でも2位にランクインし、工業収入は6億3239万4000円、観客動員数も52万人に達し、公開第3週には、工業収入が10億9367万3100円となった。続編、超高速。 参勤交代リターンズは10.11日の2日間で、動員17万2000人、公衆2億800万円で4位にランクイン。最終公衆は11.6億円となった。超高速。参勤交代老中の逆襲に関するカテゴリー。超高速。参勤交代リターンズに関するカテゴリー。ありがとうございます。